ヘリコプターに医師が乗り込み救急患者を病院に搬送するドクターヘリ。東京都は新たに7つの医療機関と患者の受け入れや医師の搭乗についての協定を結び、今日からさらなる運用を始めました。今回の協定を機に、今日はドクターヘリとして使用される東京消防庁のヘリコプターが披露されました。都ではこれまで島しょ部や山間部から救急患者をヘリコプターで搬送してきましたが、その対応は都立病院が中心でした。今回の協定により、患者を受け入れる病院やヘリコプターに乗り組む医師の数が増えることになります。都立病院だけでお願いするのではなく、民間国立を含めた7つの病院のご協力を得ることができました。これによって都民の方の命を守っていきたいというふうに思っています。都は今後も協定を結ぶ病院を増やしていきたいとしています。